結構 C 見えるけどね。あ、そう。なんか。さてと、さてと、やりますか。やりますか。やりますか。あ、間違えたな。あ、間違えたな。あ、間違えた。早いっすね。じゃあ、これを置いときますね。よし、まあ今日は、ちょっとお待ちを。まずツイッターを削除して、YouTube を開いて、なんか、ドルジャズにしとこうか。11cc 以上のバイクを売るとプラス5000円もらえんだ。今がチャンス。それだけじゃないんだ。ね、Impossible. All you see is
やってますね。今日もランクマやりますね。もうちょっとでね、レベルアップして、多分前人未到のレベル18ってとこに行きます。なので、正式士団長ぐらいのランクの方、お待ちしております。あ、タコさん、おはようございます。おはようございます。今日はしばらくランクマッチ。もう少しでレベルアップ。今日はね、配信してる人多いんで、ドライエースさんが今日多いね、視聴者。32人ってドライエースさん新記録ね。でもね、AGF さんがね、今日は僕はと、ランクアップ、ランクマッチだ。ランクマッチなんで、あまり、変わり映えしない動画なんで。のんびり見といてください。この人しかいないんかな。ちょっと気長にね、待ちましょうか。
Thank you. エグゼビ。いやいや、全然大丈夫。OK で、OK、OK。いませんね、誰も。おう、いるかな。
なんだろうな。まあいい。厳しいかな、今日は。今日上がれたらいいなと思ったんですけど。ありがとう、ケダコ。はいはい。Thank you。ありがとう。今日はね、あのランクマずっとやってるだけなんで、うん、多分ね、あのドライエースさんの方行く方が面白い。あ、了解。いやね、あのね、クレマ見たけどね、人がいないの。うん、普通に。さっき見た感じね、人がいなくてね。あ、結構いるわ。FAD さん、違うな。そう、あのね、国内の人がまずね、このミーコさんしかいないんで、まあ、ミーコさんっていう人はあのいつもね一緒にゲーセンでやってる人だから。そう、あとがね、あとがちょっとねいないんで、まあ、ランクまで時間潰しつつ、フレマを覗く感じ。うん。ユーザードもね、なんか見た感じ、やってる人はいないね。いつもならね、横にあのオミトさんとかロイさんとかが出てくる。誰もいない。うん、うん、ランク高い人ね、今堀田さんの部屋にいるからね、ランク間に来てこれないと。悲しいな。もうちょいでランク上がるんですけどね。誰も見たことないランクにね、上がれるんですけど。
もちおらへん。ほんまにそれやで。誰もおらへん。一人ぼっち。ゲーセンの隅っこで一人ぼっち。周りの台は対戦発生してるんで、俺だけ一人親。チャンスはね、相手はいるんですけど、ね、経験値にならないっていう。ただ、勝利数が上がるだけっていう。勝利数とかね、上がらなくていいんですよ。多分ね、3人ぐらいしかない。あ、部屋潰れた。お母さんのとこ行こうかな。あ、部屋潰れた。場所埋めたろうかな。あ、お母さんいるな。初見です。どうもどうも。こんにちは。どうもどうも。出ようか。さあ、どこも出よう。俺の嫌いなディジーっていうキャラクターがいるから。レバーがへし折れるわ。高いな。対戦始まってね。電源これね、電源切ったらね、多分ね、部屋ぶっ潰れる。多分動きが止まってフリーズする。これはランクマをやりたい。ただそれだけ。負けろ、どっちか負けろ。部屋から出たい。いや、マジで。ディジーっていいキャラですよね、マジで。青キャンなくても強いし、青キャンあったらもっと強いし。テスタも来ない。ゲージなくても火力が取れる。素晴らしいから。ディジーにデッドアングルって最高、ザッパと一緒ですよね。デッドアングルって最高な状態でスタート。すごいね。スタさんとかドライエーさん10時間11時間変わる変わるで、このゲージがない。はい、でよ、
ちゃうちゃう、ちゃうでいいよ。俺はあの、ミディアの人待ってんの。いや、ミディアの人待ってんの。あの人しか今日ランク前やってくれ。あ、計算そうだ。なるほど。あれやね、ドライエースさん、堀田さん、これか。正解。いや、他に配信してる人いないでしょ、PR。RF さんはもう終わったしね。ね、俺の画面あんま変わんないから、ランクマシでやってない。あのランク上がった時だけで、ランク上がった時だけあの撮影タイプ。悲しいことにな、対戦相手がいない。どうなってんだよ。レベル、ランク15ぐらいのやつ来てくれよ。うん、10時間超えるのやばいよね。あ、本当ですか？何時ぐらいですか？夕方とかですか？多分夜、夜中はいないでしょうね。こんな感じだから。2日前ね、あのケンちゃんのランク落としてしまったんです。ああ、やっぱそのゴールデンタイムにちょこっとだけやってるみたいな。はい、ああちゃう、ちゃうちゃう、あかんか。あー、スケロクか、スケロクさんはね、対戦拒否されるんで。確か。まあ。これ今ね、この配信しながら、スマホで、ドライエースさんで飲んでる。もうちょいしたいね、多分国内の人とかも来てくれるんで。あれ、ゆきさんから、ゆきさんから LINE が来た。本当だ、セロリさんと同じカラー。なるほど。確かにね、セロリさんっぽい。いやー、大丈夫か。パス。大だよね。あ、あれで見たいんですよ。あの、Steam で検索して、
と、なんか詳細載ってるかもしれないし、うん、プレイヤーネーム検索したら、待って、ゆうきさんから LINE 来たから何やん。なりましたと。ちゃんとこれ間違えてるね。ね。ちょっと待ってや。招待。オッケー。これでいいか。招待した。のサーバーに招待しました。それか、あ、消してしまった。じゃあ、うん、全然対戦がしない。申し訳ない。皆さん、なんか僕の配信はおまけ程度。相手はい、よろしくお願いします。明日も仕事だわ。この前はね、あのデジタルウォッチさんとその数字並びのミリアンとケンちゃんジャムと交互にあのランクマに上がってたんで、それまそれまする？ちょっと待って、ちょっとね、フレーマーは待って。あ、それやったらあれ、あのフレーマーにいるいい子って人のとこ行ったら、セーブルなんやけど、すごい丁寧な人やから、対戦しててええと思う。ガードも硬いし、ええ感じのセーブルなんで、一回ちょっとやってみるのも面白い。おすすめプレイヤーです。あのガン攻めじゃないし、荒らしに来るわけでもないし、ジグザードもね、やってる人だから。まあ俺はこの、いや、フェイソルあれでしょ、あのメイが戦いやすいです、フェイソルって。違う？なんか戦いやすそうなイメージっていうの。セイソルのきつい部分か分からへん。メイで対戦してたら。きつない？きついか。きつくはないか。まあ普通みたいなとこや。うん、てか関西セイソルおらんかったしね。あのロズさんのサブキャラくらいちゃう。さんまさんもおらんかった。
あと、佐賀さんっていう人がね、めちゃめちゃ強かった、生徒に。佐賀さんっていう人、多分昔のプレイヤーなんだけど、正直戦ってて、あれ、AC の時、カキュンさんよりも強かったっていう印象がある。そう、アチオのね、ランバトの時に当たった、大きな記念大会に。いや、マジ強えと思って。そうそうそう、佐賀。そうそう、昔ソルやったよね。多分知ってる人は知ってると思うけど。そう、すげえなーって思って、それで名前を覚えた。ないね。どこやろ、関西ではないよ。どこら辺やったら、真ん中ぐらい、東京と名古屋の近くかな。佐賀製造。ビルガードもやってるんじゃないか。関西ね、セイソルマジいなかったから、うん、多分大きな大会にしか来ないプレイヤーなんかな。普通のランバトには絶対来ないと思うし、全然対戦大きい。対戦大きいのに12人も来てくれて申し訳ないわ。あるある。海外のウィキペディアなんやけど、海外版の。ちょっと待ってや。何やったっけな、名前。海外の。めっちゃ、なんか見てて面白い。何やった?ダストループ ACPR で検索した。出てくる。そうそうそう。出てくる。すごいね。やばいよ。充実度が。読んでて面白い。すごい研究されてる。テスタの評価瞳か、瞳の説明みたいな面白い。求められてない日って書いてた。なんかそんな感じで書いてて面白かった。想定前のデータ書いた。だからムック本のやつをそのまま書いてる。一番上。あ、メイ、あ、枝子メイですか。今ちょっと見てみる。ラストルーム。でね、そう、国内でこんなに作るケースいないじゃん。だから逆に読んでてすごい面白いな。フレームとかはね、別にどうでもいいけど、説明とか内容とか、あんまり聞いたことやゴドルフィン、エフィテ、ダーク、あれ?海外のメイド書いてない。海外のメインのプレイヤー、そうそうそう、放送した。
内でね、こんな、これくらい充実してる KCPR の、あれってないから。で、Twitter とか見てたら、やっぱりコンボがないとか、どこにまとめられてるのっていうのが、本当によく書かれてる。だから今ね、こういうサイトがあれば、国内にね、もっとあの、初中級の人とか、触ってみようっていう人が増えてると思う。YouTube 見ても、ないっす。対戦動画しかない。嬉しいぞ。免許改善か、どこら辺や。やめてや。捨ててや。免許改善。免許改善は一個上よね。最強とかに。音量が見るとやばいやばい見える。当たんなかったね、危なかったね。まあまあ、そうですね。外見特に多いんでね、難しいですよね。経験値ありました？全然見てなかった。すごい今甘えたカトリンでしまくってましたけど、足払いまで入れ込むってプレイヤー戦でありえないですから。まあでもそのカトリングで相手がどう動くかってね、見れるか、その足払いに対して相手が FBD 指定とか D 指定をやってきたら、次はカトリングを止めて違うカトリングしたりとか。バイケンね、特に多いんで、手下に関してはね、僕か三味線さんしかいない。まあ、役神さんなんですけどね。
難しいでしょ、ヤクガミさんって。シャミ。どっちの方がいいの、シャミセンさんの方がいい、ヤクガミの方が有名じゃない毒人形さんで。みんなぐちゃぐちゃやん。名前。昔ね、アテナやったっけ、確か。EC さんが一人で、あの、店舗予選取ったやつ。そうそうそう。だよね。そうだよね。EC さん、ヤクガミさん、東龍さんでしたっけ。今、固定の。それで DC さんが一人で、他の二人がいなくて店舗の青切符か取ったんやったすごかったよね、アチョウとかとアチョランとかずっと出てたからね。うん、交流切符、そう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 。すごかったよね、AC フェス。AC の時からね、ずっとアチョウに来てた。ACPR になってからはちょっとわかんないけど。やっぱ AC の時はめっちゃ来てたと。ACPR になってね、なんかアチョウにドラゴンコロシっていう赤色のね、テッサの人が来てて。まあ、そこまで、あれ勝ってなかったんですけどね。完全にデフレさんとかにしょられてたし。これめっちゃ見てるな、警察官。もうちょいマサさんって言いませんでした。マサテスタ。いろいろの人やった。経験値ちょっと見といてね。それで変動なかったら最初にちょっとね、マサいましたよね、マサテスタいろいろやったけど、あ、バースト落ちない、バースト落ちない、バースト落ちない、あ、このラウンドはバースト落ちない、神業、だよね、あの天神のね、ゲーセンで見た記憶が、攻撃力、これがヒーローさんとチームでだ、ヒーローさんも懐かしいよで、ヒーローさんもね、なんか大会にものすごい弱いから、あるよ、バーストトロトロですか、バーストを使ってくる、あ、いけない。あ、確定。あ、もったいないかな。ねえ、もう、あの、確定自体をね、もうやめてるかい、多分。確か聞いた話では、うん、そう、リグザードのジョニーを使ってたら絶対強いだろう、プレイスタイル的にそうだから、
そうだよね。惜しかったね。いや、あのジョニーはかっこよかったな。そう、ヒロさんね。ヒットさんも やってないもんね。ヒットさんもやってないし、キリステゴメンさんもやってないし。あそこら辺のね、そのね、ジョニー、たぶん、イグザードやってたんや。やばかったよ。だから、元々のジョニー使いの人が、イグザード、やってないのかな。おみとさんぐらいか。DC さんもキャラ変えたしね。そうなんだ、きっとこの前最近なんや。まあ、あそこは経験値見てなかったんだ。多分増えてないよ。全然増えてないよ。無心中さん何やったっけ。ヨーニーかセイトルやったと。無理心さんでしょ。たまにあれですよ、 CPO さん配信してますめっちゃ楽しそうに配信してます。いや、今日レベル上がったらよかったんやけどな。ランクなんやろ、え？英雄やったっけ、次俺ランク上がると。プレステ3では確かね、英雄がラストやったか。ああ。もうキットさんも、あれっすね。仕事だけっす。格ゲー、ギルティギアについてはもう何も触れないみたいな。あ、伝説あった？何やろ、じゃあプレステ3ですよ。そう、前、ケイさんに教えてもらったやつ。そう、あのね。あ、そう、ジャム、忘れた。伝説があれと、あの、一番上、竹原さんの。あれか、プレステ3も、いや、プレステ3はレベル18が最後だった。じゃなかった。で、このスチームの方がレベル20まであって、その上が確かね、英雄で、その上が闘神、その上が伝説。で、あの英語で教えてもらいました。教えてもらったって言ってた、あの英語で全部のランク表記されてるのがあって、それを勝手にスクリーンショットでやったんですけど、いや、あのね、プレス3僕、2年ぐらい前までやってたんですよ。プレス3とスイッチの方。で、プレス3の方は、アバでものすごい強い人がいて、この人と当たるか、もう一人白いポケモンと当たるかの2択でした。で、メッセージ来ました。あの、日本人の人だから。もっとやりましょう。強い人とは、当たるの久しぶりかなんかそんな感じで抱えてたの。
危ない。しかっ。あ、そうなんだ。スケルクさんはね、いますよね。チーム、さっき言いましたもん。スケルクさん、ありがとう。なんだと。バイケンかアンディ、どっちかじゃなかった。めちゃめちゃやってますよ、スケルクさん。今やるなら、スチームが一番、このキーが、クイッチ。プレイヤーがいるとしたら。でも、スイッチの方は、レベルが一気に下がります。多分、スチームの救急車でも、勝てるぐらいのランクです。スイッチ一応ね、一応、ランキング俺2位なんですけど、あれ勝利数で出るから、あれだけど、スイッチの方のランクは大体長に、それがダントツで1位で、下のランクと3とか4離れてる。一生もうダメです。経験値たまります。あ、俺スイッチの開けポンスよ。スイッチのハヤブサ。あまり知られてないんですけど。スイッチ専用のハヤブサ。これパソコンもできるんで、そのまま僕使ってます。一回ね、そう。スイッチのアケコン、エンジェロさんに、5000円で売っちゃったんですよ。もう一回買い直す。今に行ったら。寒い。寒いってやばいね。あ、免許改善の人、あの人ですよね。さっきの人。プレイヤーじゃないですか。ケダコあれっすよ、カムイ殺し、もう一回ほら、使えるようにしとかないと。拍手、青キャン、山田アタック。カムイ殺しって見て。できましたかちゃんと。なら、大丈夫。一応、あれですよ。海外の人とはできる。オーバーヘッド当たるか、あと、ダスト、2種類。ダストとダスト下段当たるかだけで倒せるか。だって、ダスト下段やってる人も見たことないんで。
俺個人的にあれ強いなと思うんですけど、もう最悪もうあのほらバッキンオブレスティルあれだけでも荒らしに行ったら海外の人覚えてると思うんで、その単語まだ対戦してるよな、堀田さんとか。すごいな、もう12時間超えるで。寝て起きたらまだやってるってこと。あ、そう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 、それそれそれ。実際ね、ものすごい強い技なんだ。これは強い技一体何が悪いのってなるから。あ、大地さんがいる。やりたいな。やりたいけどな。やりたいな。後でやる。後でやる。こうプレイヤーはいるんですよね。ただ俺と当たんない。ライダー集まー、ベノムとかね、誰かいたらいい。あ、誰かしら見つかると思うんで楽しみに。いや、マジで自分の番絶対来ないと。あ、リクレット。多分ここ1、2年、いや、ここ最近では一番面白いイベントになる。だから、ほんとお酒飲みながらね、みんなでディスコードで喋りながら見てみたいな。体験しよっか。変わり映えな、画面が。使えない。ジョニーって書いてるのにアクセル。きっかけやな。拾えないか。
メンバー気になる？あれメンバー言ってなかったっけ誰か。あ、でも、あれか。ピン止めしたからね。わかるよね。大体。そう。あっちのチームリーダーの決め方がいいよ。優勝したい人がチームのリーダー。こっちもね、誰がリーダーかってやりたい。対戦しなくていいから、リーダーになりたい人でいいから。よし、お前行け。だって俺別に、あれよ、相手のキャラ来たから、じゃあこのキャラで行こうとか、そういう考えないから。あの、行きたい人だから。そうだね。それのキャラセレクト、あのプレイヤー選ぶ理由は行きたい人でいい。対戦したい、いっぱい対戦したいって。遠方でどうぞ。だね、あとね、向こうのチームがもう決まってるかどうかなんですね。キャラクターが。だからこっちのキャラクターも全部埋まっとかない。発表できないかな。でもあのただ参加したいですって言っていたら誰でもいいんで誰でもいいんで、うん、いやそれもありなんだけど、多分あの、ACPR、日本の ACPR 勢っていう空気が重たくなるから。なるべくそれは、避けたい。やっぱりあの、いい感じになんか盛り上がりそうな、ね、あの、動画映えしそうとか、すごい、おーおーってみんながなる。なりさんね、やりたいな。今日ね、えなりさんには俺勝ち越してるんで。まあ、まだ5回もやってないけど。多分、3対1か4対1で勝ってます。A さんなんかこれ警告出ました。A さんの今コメント、エターナルなんとかなんとかってやつ書かせておきますね。なんかねそれ警告出ました。この言葉許可しますか、削除しますかって。わかんない。わかんないけど一応許可しました。はい、全然いない。やめようか。やめようかなって言ったら終わり。もうちょいまとめましょうか。
なんか12時半でしょ。12時半、12時40分ぐらいまでちょっとこのままでいさせてください。それだったらあのデマをやって2時には終わりたいと思います。トムキン使ったら取るかな。経験値見てくださいなんとここの人が一番で高い。大地さん来てくれたいな。もっと高いんだけど。経験値どこだ？ N のとこか。ここですね。N のとこに。さて、ここから N を超えてくるかどうか。あと1回ぐらい勝たせてください。この聖騎士団長ぐらいの力ありがとうってメッセージを送ります。お母さんが活動限界なの。ラスティ活動限界。お母さん、お母さん食べたよ。10時間も座りっぱってやばい。お母さんが倒れる。他にね、ちょっと配信してる人とちらっと探しましょうか。ACPR56 人。
多分俺とドライエースさんだけやな。アクセントコア誰かいる、ね、で、イレブンシャドウさんもね、勝率がすごい、勝率か、96% か 7% やから、ね、すごいよね。よし。N のとこ、N のとこ目に分かる感じだったんです。分かんなかったらこれで40分で終わります。足りないね、マイケース。あ、なるほど、そうなんやね。エルヴィン・シャドウね。あ、ごめん、経験値見てなかった。あ、そっか、堀田さんのとこ今、OKOK さん来てるの。翔太ね、翔太。
今日はこんなもんかな。ランクマ、今日のランクマ、1時間20分やって、経験値もらえたかな。ほんともうね、先が見えない作業なんです。ランクマ。お疲れさんとかといつかやってくれると、多分、経験値お互いにものすごいもらえる。いい感じなんです。こんなにランクもやってるのは多分俺だけなんです。ランクマのやる理由は、競合を、ただ見たいだけっていう。勝ち負けで、あれ、どうでもいいです。ランクまで勝つ戦い方しかしない。そうです、レベルが2個とか3個違う人はあんまり下がらないです。レベルが10以上下がるとリスクリターンが合ってなさすぎてやばいです。俺の経験値が5センチぐらい下がる。5センチ言い過ぎや、3センチぐらい下がって、相手の経験値が、レベル2ぐらい上がります。やばいでしょこれ。だからね、あれでしょ、何が起きるか分かんないじゃないですか、ランクマって。急にね、フリーズしたり、敵が巻き戻ったりするじゃないですか。こんなん対戦じゃないんで、で、相手がぐるぐる回してて勝ったり。ちゃんと対戦できてないのに、敵が負けたりね。それが以前あったんで、マジやばかった。だからスレイヤーとか特に嫌なんです。いや、ランクが高ければ僕は誰でもやります。ランクが高くても、キングが300でやります。多分相手側も、相手側は多分ね、拒否ると思うんですけど、何回も当たると対戦してくれたり。いい台か当たったらやめようか。今メディアの人がね、いなくなったからな。この人とやりたい。あの人、清潔団長だから。一番いいの。経験値もらえて。ないか。めっちゃいるやん。めっちゃいるやん。めっちゃいるのになんで当たらへん。クイックマッチの仕組みがよく分かってないです。プレイヤーすごいいるのにマッチングしない時もある。終わり、終了。どうしましょうか。あれ、これ、ミートさんじゃない。あれ？ボブさんらしき。
違うかな、違うかな、 BOB って書いてある、気になるな。出たいな、バースない。バースをつけた。バースをしてた。バースないのにな。マイピーが間に合わない。ボブさんじゃないね。どうなんだ。海外の人か。あ、違うな。よかったよかった。3人くらいがちょうどいいですね。1時間ぐらい。
もったいない、もったいないな。3P 全然使わないですね。天心さん、あ、やばい、エラー起きてる。やばい、エラー起きてるわ。誰か来てくれ。誰も来ない。無双。無双って免許改善の下か。ならやらなくてよかった。やばい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 、ワープ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 するワープワープする。ワープワープしてる。
うん、N のとこね、 N のとこ、 N のとこ経験値あるんかな、分からへん、まだ可能性はある、可能性はある、可能性はあるのか。眠いな、もう眠いわ。あ、やりました。現在いました。ケンちゃん来てくれました。すいません。ケンちゃんね、ユーカリまで行ってたんで、僕がどん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 対戦してくれた。じゃあ投げで、じゃあ早い、負ける、マスパペを当てる、ほいほい、あと10回ぐらい、10回ぐらいお願いします。経験 N の真ん中浮きましたね。あと10回ぐらいお願いします。そしたら今日の苦労が報われる。そしたらまたランクマに入らなくていい。ジャムに上からっていけないんですよ。3体タチピーでジャンハイが落とされるんで。でもそこはね、どっこいどっこいなんです。当たる時もあれば、当たらない時もあるんで。
さんが辛い体験してますね。堀田さんの部屋やばいね。通り数がみんなやばい。ブースさんって今日泊まりなんかな。泊まりだよね。すごいやってんの。休憩なしやって。だよね、すごいなって思って、体力すごいなって。でやったら途中で何食べ行って仮眠してちょっとゲームやろうか。もう溜まってんの？バースト打ったよ。バースト打って、もう溜まってんの？おかしいでしょ。安全第一、安全第一。多分龍神ですね。結構来ましたね。 N の後半まで来ました。あと8回ぐらい、10回以内には、10回以内には皆さん、あの歴史の証明になります。ランクが上がるとこ見れたらいいですね。
ぱりあれですね、カメラとマイクなしの配信だと、視聴者数がめちゃめちゃ少ないですね。この前思いました。両方ともなしにして配信したら5人とか7人なんですけど、まあ、その時はねずっとランクマンひたすらやってただけなんで人と一緒なんですけど、うん、やっぱりねマイクとカメラがあると倍ぐらい変わりますね。父さんね、クーナゲうめーって書いてある。エリースカイね、クーナゲうまい人は強いって言うんだよ。コレントと間に合わない。ファーストを使って、合わせたやっぱ上から切ったらダメっすね、かぶせたらタイミングずらして、できるんだけに注意して、バーフを止める前に、今のあれですよ、三島さんみたいでしょ。いましたね、三島テスタっていう人が三島さんっていう人いましたね。早すぎる。もうちょいお付き合い願えたらいいなと思っております。ごめんなさい、ありがとう。称号を見たいだけなんで、称号を見たらねあと何でもいいです。以前ねランクが高すぎて、データがバグったって、あれを持つんで。ランク15になると、一回皆さんバグりますんで、気をつけてください。にぎやか。やだな。嵐に行かない。
投げてるよ。投げてるよ。お足出てるよ。お足出てるよ。やだ、負けるかな。勝ちたかった。もうちょっと遅めにバーストしたらよかったかな。見えないわ。ふうわ。ああ。先が長いね。あんまり減らないからね、まだ少ないな。つらい。ミディアはつらい、マジで。ミディアはチップの方がまだいいよ、マジで。やっぱミディア戦はね、丁寧に立ち回っても、いつかは固め合いで終わるんで、上から来るんで。なので、俺とユータさんは、ブッパランドをしようっていう、あれになりました。ブッパランズってか、低空ランズ。核反がないんで、ほとんど。ミディア側に対しても。で、テスラ側は当たると、攻めがついていきます。なのでそれをやっていきましょうってことになりました。ロジキン強いです。当たんないよね、上入れっぱやん。当たんない。あぁ？まだ死なない。だったかな？だった。最悪。前転来るかなと思ったんですけど、こんな感じになるんですよね。固まっているとで、反対に
まあ、ミリア戦してて、頭痛くなってきた。温まってくるわ、あれ。やばいわ。ケンちゃんの方がいいよ、ケンちゃんの方が。ピエルミリアは嫌だよ。頭痛い。でも5回ぐらいやったらどうなる？タイミングがおかしい。ワンちゃん。うわ、紹介してみていた。投げの間合い広すぎる。よし、OK。画面端に、画面端に紹介してみ植えれたのか。ラッキーです。飛び越えれない。出していない。投げれない。厳しい。ゲージがあるな。全部あんな相手。ファーストたまるか、まだか。いや、プレマに関しては、個人個人の自由です。うん。一周、一通り勝ったら、パスして、他の人に回したり。で、疲れたなーって思ったら、スタートボタンを押せば、観戦モードっていうのができるんで、自分のバー回ってこないです。バイケン、ラフも下げる。いや、それは、たまたまじゃないですか。あと30分。あと30分でね、ランクアップできたら。いいなと思います。小田さんが厳しい戦いしてるね。ビジー出してたらね、マジきついんでね。だって全然やってないマンティですが、小田さんに普通に勝つから。
青木はなしでやる。青木はなしで勝つの。それぐらいのキャラ差があります。藤井側が近づかなくていいんだよ。IP が やばい。ついてくるなぁ。もうちょいですかね。じわじわと来ましたね。今日の目標はランクアップして、写真を撮って Twitter に上げて、おやすみなさいです。183だからね。でディレイを1入れてやってるから、多分2の方がいいと思うんですけどね。怖いとこなんですよね。難しい。全部の攻撃に当たるやん。あと横にしゃがむくらいの横の幅が広すぎる。ガードしたんだけどな。何で？厳しすぎるな。投げてるよ。はい。
バーストが全然ないやん、やばいな。あ、もうやばすごいことなってる。礼拝すら。ああ。結構いそうですね、これ。それなんですよ。個人的にあのマスパテ当てたら8割ぐらい勝ちます。当てる自信があります。うん、個人的にそう。それはでも昔からです。 AC の時に。PR になってのダウン剥がしになったんで、なおさら安心感。久しぶり。あ、ふざけんなよ。どこの誰と対戦してんだよ。お、誰かイグザード始めましたね。レオン・メッシー。相変わらずストリートファイターは多い。30分しかないんですよ、こっちは。今夜勝ちたい AC ピア。おちょむきん。相手がそんなにやり込んでなければ、ちょむきんで勝てますよ。なってきたらやばいな。集中力。マジですか。ペダコ行きましたか。あとで俺も行こう。いいプレイヤー見つけましたね。多分対戦しててちゃんと格ゲーしてくれるんで。いってらっしゃい、頑張って。きついか。大地さんね、すごいあの、風さんのキャラ体とかをすごい勉強してやってますよ。あの、シンプルライフでしたっけ。
うだね、もうちょっとね、トルとかカイとかと戦いたいよね、相性って思い出すために。背の強いキャラと戦ってもね、ワンチャン掴むしかないから。誰がいい？誰が戦いたい？誰が練習に持ってこい？やばい。なんかそういうキャラクターみたいな。僕は誰とも戦いたくないんだって。誰信じる？戦うと暴力で。一緒やね。それはみんな一緒やわ。俺もそうや。俺も相手が永久にガードしてくれたらいいわ。それだけで気持ちいい。全部ガードしたら、よくできましたって言って、このまま死んでいきたい。平和は生きる。いいね。戦う前にね、言ってあればいいんですよ。僕は平和を守りたいんですって。平和主義者です。戦ったらピオラしたらいいんですよ。よし。もうちょい。対戦したい。ないかな、いてくれほしい。あと3回ぐらいなんですよね。持ち越しかな、明日に。新幹さんっていう人だ。あ、やっぱ。ジャンキーとジャンキーが強すぎる。わあ、上入れたいよな。あいつが連打してる。
よし、よくできました。何ベガ出し？じゃあ俺くっつきおじさんで行くわ。くっつきおじさんで。ひっつきおじさんやったっけ？あ、見て見て、ほら。見て見て。もうちょい。もうちょいか。あと一回かな。もしかして。めっちゃ嬉しいわ。例えばあれ、ランクのとこのバグって直ってるんですかね。今一生懸命直してるのかな。なんか来た。止めとこ。もしかしたらカメラチャンスかもしれない。いいねされました。ゆうきさん来てくれたかな。確実にシャガ系出てるよね、周りに。いやこれジャン、ジャンケイ、ジャンケイ連打やん、マジで。マジジャンケイだけは。ファースト溜まる前にやりたい。ファーストたまる前に。あ？あら、あら、スナイプ。当たってあ、皆さんごめんなさいね。ちょっとこれ見てください。次勝てば出れます。次勝てば出れます。空気を読んでいただけたらいいなと思います。空気を、これに空気を読んでくる。日本人の特有のほら、空気を読むっていうのが永久されたら手を出す。リーチ、リーチ。あ、負けるんだ。ファーストがない。あ、
皆さんお待ちの。これは出れる。あ、どんなバグが起きるのか。見てこれ。気持ち悪い。気持ち悪い。でも経験値溜まりましたね。うわーですよ。うわー。うわー。うわー。いっぱい堀田さん送りました。終わります。あ、上がりましたよ、ドライブさん。やっと上がりました。ちょっと見せましょうか。いやー、長かったですよ。2時間半かかりました。2時間半かかりました。え、あれ、ケタコ部屋がないじゃん。見せましょうか。皆さんのとこ行く。2時間半上がり。わかります？いや、これ、堀田さんや。これ、これ、これ。見えます？いやー、これは実力です。そんなもうね。あれはせこい手は使ってないです。いやー、ケンちゃんで上がりたかったけどな。またミリアの人で上がりましたね。あー、よかった。ドライエースさんのとこにあのレイドしますね。これあれですよね、スラッシュしてから相手の部屋の名前ですよね。ありがとう、ありがとう。ありがとう。こっちであの、DG の人と戦っている間に、俺はランクアップしましたよ。いや。いやー、疲れた。これスラッシュでいいんですよね、スラッシュで。スラッシュ。スラッシュでいいよね、スラッシュ。スラッシュ。スラッシュ、スラッシュってどこや？あれ、スラッシュって、スラッシュってどこや？これか？あれ、認識できないコマンド手伝い。どういうことや、認識できないコマンドって。スラッシュドライエースにして、感覚がダメなんかな。あ、スラッシュレイド、 OK、 スラッシュレイド、あれですね、レイドの綴りがわからん。
RAAID ですね。え、貼り付け。あれ、認識できないコマンド。あ、ありがとう。これコピペする。コピペするわ。これでいいんかな。あ、できた、できた。Thank you. ありがとう。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 ありがとう、社員。みんなドライエースさんのとこ行って、堀田さん、けなしてください。じゃあ、おやすみなさい。また明日。明日はね、プレマしたいと思います。